くれます。なんかあったらちょっと助けに行かないといけないんで、くれます。いや、なんか細かいドッキリやっても全然反応しないから、しょうもなすぎ、しかもドッキリがこんなんじゃ俺は騙せない。騙せないっていうか、まあ騙せない。バレてましたね、バレしたね。仕返しひどいことになるから注目してて。いやー、このドッキリ大成功じゃなくて大失敗に終わっちゃいましたね。仕返し怖いですけど、どうしましょう。じゃあちょっともっと僕はもっと作戦を練って、もっとすごいドッキリを仕掛けれるようにちょっと頑張ります。今日はちょっと失敗しちゃったので、もうダメでしたね。そう、足震えてます。あれ、ビビらないんだよ、多分。ビビらないって言ってたじゃん。胸ぐらつかんでるじゃん。ビビらないって言ってたのに。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね、協力してくれて。ご飯するときに。もちろん。焼肉行こう。焼肉行こう。重かったまた、じゃあ、次は、よろしくお願いします。頑張ります。じゃあ、またやっと来たな。よし。いけいけいけ、いけじゃないですか。まあ、やっただろ。知らないです、本当に知らないです。え、ダメ、何もないじゃん。しましょう。いやいやいや、結構いきますか。おー、すごいな、めっちゃ強かった。カード出た。うわうわ、ハチ割るけんカード、すごい。いや、俺まだ強くなるよ。あれ斉藤くん、よくやったね。斉藤くん、斉藤くん、よくやってくれた。君は優秀な部下だよ、もう俺の。お前、知ってたのか。あれ、それにしても喧嘩だよ。お前許さんぞ。すいませんでした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 。これムカつくなげか、これ。これムカつくな、本当に。あれ、爽やかキャラのカイ君がキレてたね、ちょっと。いやいやいや、これはさすがにキレるわ。キレてないけど、これさすがにイラつくわ。これはさすがにムカつくわ。目やった瞬間殺されるかと思った。目やった瞬間マジ怖かったから。見えるとか向こうに越してもうびっくりして、もう何してんだとか。いやー、もう時間にルーズやな。ちょっと30分超えてんじゃん。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと一緒にやりたいなって思ってて、
あ、いいですか。あ、全然いいですよ。あれ、だけどさっきの録音したの残っとる？全然その気にしなくていいんで。彼がなんかめちゃめちゃ根本的に顔が嫌いそうだね。何がお前の。あ、ボコボコに言ってましたね。言ってましたね。ひどすぎなんですね。すごい言ってましたよ。嫌いなんですか？いや、全然そうなんですよ。はい、すみません。特にこの人、彼がすごいと思います。めちゃめちゃ言っとった。いや、全然僕はあるんで。顔が気になる。僕はすごいかっこよくて好きだなと思ったけど、やばいじゃないですか。だからマジで今日はちょっといろいろやりたい。あ、スパイングスタイル。さあ、この動画の部分ちょっとリベンジさせてもらおうと思ったんですけど、はい、いけないから練習終わった方がいいでしょ。あ、全然いいよ。いや、もうやるし、動画撮っとるから自分のチャンネルであげれば。あ、いいですか、俺のチャンネル。あ、全然大丈夫です。あ、じゃあ3対1やります。3対1やりたいです。あ、いや、まず1対1が遠い。あ、そっか、なんかムカついてるし。いや、僕はこっちが1対1やりたいと思います。やりますか。いいですか。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、着替えていきますね。あ、そうです、お願いします。最初ターボでやった方がいいと思うよ。めちゃめちゃいっとったから。そうです、とりあえずじゃあターボ。いや、もう全然。あ、でもさっき言ってた、あれだけ言ってたよ。あれだけ言ってましたよね。あれだけ言ってたやろ。え、僕はもう全然。どうしたんですか。とりあえずやりましょうじゃん。さっき言ってきた。なんかあんな細いから負けるわけがないってことだよ。おー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 。全然。さっき行き。さっき俺はもう。さっきはちょっとやってきた。よし、やりましょうじゃん。お願いします。よし。さあ、死んでいけるか。あれだけ言うてたからな。あれだけ言うてたからな。いかないかんぞ。ほんまに。え、これ、いろんな YouTuber やってきたけど、一番やばいよ。この人。マジでやばい。口だけやな。じゃあ次。ああ。いやー、楽しいかな。3対1いこうか。あんだけ言っとったからな。3対1いこうか。さあ。ちょっと止まらなかったかもしれんな、あの動画。すまん。ほら。あげる。でも、YouTube をもっと面白くするように努力しようね。でも気分悪い。やりゃ一緒、もう一回。いや、つまんなかったけど。岡くん、うん、1分大会見たいっすね。あー、そっか。斉藤くんも出たいって言ってなかった。斉藤くんも出たいって言ってた。大森は？大森はダメ。あいつどっちボールしか才能ないの。どう思う、今回岡と斉藤くんやるけど。いやー、岡くん強いからな、まだ勝てないと思うな、斉藤くん。斉藤くん勝てない？勝てないと思う。あれ、斉藤くん何成長してないの。いや、ちょっとずつしてるんですけどね。だけどやっぱ気持ちが弱いのかな、ちょっと。なんかだんだんさ、気持ち弱くなってきてない。いや、そんなことないですよ。そんなことないですけど、体力はあるからね、斉藤くん。兄貴のチャンネルの方で64のスマブラ対決をしまして、まあ結果はね、そちらを見てもらいたいんですけど、で、こっちもね、対決をしようということで、今日はなんとフィンランド発祥の競技ボルクをやりたいと思います。フィンランドってどこ？フィンランドは知ってる。まずどこで、この競技何？いやいや、これよくメインでやるね、これこれね、これボルク。まあ、スマブラは強いけど、YouTube の才能まるでないな。違う違う違う。まあね、こんな視聴者が見て何が楽しいのかわけわからんから。違う、あのね、対決するのが面白い。で、うん、罰ゲームも用意してます。まあ、ぶっちゃけね、競技は何でやっていいんですよ。うん、そう。で、罰ゲームは、罰ゲームというか、罰ゲームなのかわかんないけど、負けた方は相手のチャンネルのお願いを絶対に聞かなければならないっていう。なるほどね、オッケーオッケー。これさ、ちなみにやったことあるの？一回だけある。どうだったの？めちゃくちゃ楽しい。で、誰と戦ったのこれ？あれはなんかモルックのアジア代表のチームと戦って勝った。勝った？そう。初めてやって勝った。勝った。じゃあ競技人口2組ぐらいしかおらんの？そう。応募したら出れるっていう。世界大会も先着で出る。じゃあ今アジア代表ってこと？君たち。まあまあまあそう。これ何人対何人の競技？一人個人戦なの？いや、三人。二人以上確か。二人以上ね。二人以上だよね。二人以上。そう。で、アジアのレベル低い。いや、とにかくめちゃくちゃ楽しかったから、ちょっといろんな人に知ってもらいたいなと思って、この YouTube を通して、ね、案件かよ。いや、案件じゃない、全然案件ではないんだけど、もう個人的にね、楽しかったから、こういうスポーツあるんだよっていうのを世の中に広めたいなと思って、今日は。
一緒にやる。でもアジア代表に勝っちゃって自信あるからこれだったら勝てると思って出してきた感すごいな。そこでなんか自分から提示しといて罰ゲームありねってなんかちょっとダサいな。いやまあまあまあいいですよ。俺たちもう何でもさすぐ覚えちゃうじゃん、うん、多分これねルールわかんないですけどボーリング的な感じだと思うんですよね。そうで俺と吉田くんさボーリングうまいじゃん普通に。なんかね、うん、まんまだったね。俺この間行ったら160なんかでしたから行ったもんな。あれは普通にこれうまいと思うんですよね。感覚的な感じでまだ近いよね本当に。ルール説明からいきますか。ちょっとそうだね。ルール説明